皆さんお久しぶりです。はい、皆さん、2週間っていう、結構長いね、ちょっと月日が経って、ちょっと今日久しぶりの動画投稿なんですけれど、ちょっと言い訳をさせていただきますと、学校が始まって、部活も結構大会が近くて、動画をね撮る暇もなく、この2週間動画を上げることができなかったんですけど、ちょっとね学校もついてきたので、今日からちゃんとね動画をねアップしていきたいと思います。ということでですね、今日の動画はですね、リクエスト動画やってくださいってずっと言われてたんですけど、時間がなくてね動画をね撮ることができなくて、やっと今日ちょっとそのリクエストにねお答えしたいと思います。その内容はですね、こちらの今割り箸、ダイソーに行って70本計140本このね割り箸を買ってきたんですけれども、そのねリクエストの内容はですね、足で割り箸は割れるのかっていう動画なんですけれども、割り箸を足で割れるかをちょっと変えて、何本までね足で割り箸を割れるのかということで今日はやっていきたいと思います。最初はね10本で、次が30本で、最後100本っていう形でやっていきたいと思います。この椅子に割り箸を置いて足でバーンってやりたいと思います。それでは最初10本からやっていきたいと思います。はい、こちら10本今ね束ねて置いたんで、早速ねここに足を思いっきりバーンってやりたい、バーンってやりたいと思います。それではいきます。1、2、1、はい、いけば、すげえこれ危ない、しかもすごい。はい、こちらもうやばいっすね、もう粉っていうか、もう本当にバキッて一気に割れましたね。それでは30本で次やっていきたいと思います。でも30分までいくと多分ちょっと抵抗があると思うんで、早速やっていきたいと思います。はい、でこちら30本です。かなりねさっきと違くて、多分割れるか分かんないですね。それ早速やっていきたいと思います。3、2、1。おっ、すげえ。もう30本今やったんですけど、なんかもう跳ね返って傷一つついてないですね。次はちょっともう30本も無理って分かってるんですけど、ちょっと100本でねちょっと試したいと思います。それでは100本をねガチでやりたいと思います。それではいきます。3、2、1。こんなんじゃ割れないということで、俺は今からねこの100本の割り箸をマジでもうガチで割りに行きたいと思います。そのやり方はこのねベッドの上からもうこの下に思いっきりダイブすれば、でも100本のやつも割れると思うんですよ。それで早速ねやりたいと思います。マジこれマジで俺最高してやる。はい、ということでこちら100本やって、もうこの上から今からねダイブしたいと思います。ちょっと保険にちょっと下に座布団を引いてあるんで、早速やっていきたいと思いますけど、早速ねちょっとね怪我する可能性があるんで、このね靴下を履いてやりたいと思います。それは履きます。はい、もうこちらもう完璧、マジでもう40ぐらいにしてあるんで、もう全然痛くないです。それは早速ねこの上からダイブしていきたいと思います。いくぜ。うわ、めっちゃ怖い。このリクエストに絶対にお答えするんだ。いくぜ。3、2、うわ、いくでしょ。筋いった。全然割れないやん。